翔平 TV 知ってる？はい、どうも翔平 TV です。はい、本日は狭山スポーツセンターに来てるんですけども、寒いね今日。見てこれ、雪やばいんだよ。雪降ってますね。やばい。はい、今回はですね、狭山スポーツセンターに来たんですけど、なので今日はグラウンドね、中止になっちゃって使えなくて、まあ今日練習しに来たんで、まあ、ちょっとね、狭山スポーツセンターで練習しようってことで、今日はあの松本くんにカメラをね、やってもらってるんですけど、はい、松本でーす。はい、お願いします。お願いします。はい、今回はね、松本くんの160キロビタ止めをまた見たいなと、ま、前回も動画出してるんですけど、はい、あれから多分どんどんこう動画出始めたんだけど、はい、今回はちょっとまた初心に帰って、また2020年松本オリンピック160キロ、はいはい、ビタ止め動画を撮っていきたいと思います。はい、とりあえず行くよ。はい、じゃあ行きましょう。行こう。行きました。はい、160キロ。そう、これね、160キロなんですけど、はい、ちょっとあの今お客さんがちょっと打ってます。ちょっと別所待ちますか。待ちましょうか。一人で来てるんですか。いやー、どうなんですか。多分お寺さんは多分いないと思うんで、一人で多分野球うまそうな雰囲気。ちょっと、はい、左の強打者って感じ。そう、メジャーリーガーばりの。そうですよね、スイングえぐい。そう、ほらすごい早い。ちょっと後でお話聞いてみようか。そうですね。終わったっぽい。終わったっぽい。すいません、あのちょっと撮影の方よろしいですか。あ、いいですか。はい、僕は野球の YouTube やってまして、翔平 TV っていうのやってるんですけど、プロの方ですか。いや、プロではない。プロではない、はい、こっち軟式野球ですか。一応軟式マッチでやってます。あ、そうなんですか。いや、めっちゃ160キロめっちゃ打ってたからさ。確かに。ちょっと声かけてみた、ね、まあまあナイスバッティングしましたよ。そう、めちゃめちゃ。そうなんです。え、ちなみにどっから来られたんですか。いや、今日はちょっと新宿の方から。新宿ちょっと待って待って。ここ狭山ですよ。ここ狭山。埼玉は狭山。新宿から来ちゃった。すごいですね。お一人ですか。そうですね、今日一人で。あ、いないですか。一、はい、人で電車で。そうです、ね、やばいっすね。これなんか YouTube とか見て、もしかして感じですか。あ、そうですね、あの、葵チャンネル。葵チャンネル。あー、俺じゃなかった。また翔平 TV まだ知名度が。俺じゃなかった。まだ知名度が。そうですね。え、ちなみにツイッターってやるんですか。あ、ツイッター、あ、やってます。なんていう名前やったの。一応、あの、豪徳寺の神っていう名前でやらせてもらう。知ってるかもしれない。まさかのフォローします。まさかの。ありがとうございます。実際にはちょっともう一回撮らせてもらって、もう一回撮って、はい、2回目でちょっと撮らせてもらって。そうっすね。いいっすか、ちょっともう一回。ああ、もう僕出す、僕出す、はい、僕出すんで。金は金は。お願いします。じゃあお願いします。お願いします。リビューじゃあ、行きます。じゃあ、行きますよ。はい、出します。出します。お願いします。片目は危険だ。怖くて俺カメラ見てね。うわー、やばい、これやばいっすね。やばい、これ結構やばいっす。ちょっと頑張ろう。はい、というわけで今見てもらいましたけど、いや、スイングいくないですか。いや、まだまだ。え、草野球やられてるんですかね。そうです、ね、新宿の方で。草野球自体は品川区の方で。品川区の方でやってる。あ、なるほど。ちなみにだけど、翔平 TV 知ってる。いやー、いろんな知ってる。名前は聞いたことない。名前はどっかで。やっぱ知名度が
ショックじゃないこと。まあまあまあ。あ、じゃあ突然こうカメラを向けられて、何度も言ってるみたいな。そうですね。ちょっとドキッとした。ドキッとした。ちょっとやばい。すいません、なんか。すいません。いやもう全然結構やっちゃうんですよね、こういうのね。やっちゃうんですよね。まあ、すごいと思ったらもうチャンスと思ってやっちゃうんですけど、すぐ撮っちゃいますよ、ね、ちょっと反省してもっと YouTube 頑張ります。 Twitter の URL 概要欄に探してもらうんで、ちょっと動画見てる人はぜひフォローしてください。また来たらちょっと連絡してみて。ああなるほどなるほど。ちょっと今日終わったらちょっと DM 送って連絡先も交換しようと思います。はい、はい、本日はこれで終わります。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは、終わりました。今、翔平 TV を見ている方1名様にプレゼントしたいと思います。大丈夫ですか？大丈夫です。どっからだな。はい、応募条件はこちらの前原スポーツさんの Twitter とインスタフォロー、そしてもう翔平 TV のチャンネル登録はもう終わってると思うんで、翔平 TV のインスタフォロー、前原スポーツさんのツイッターとインスタと翔平 TV のインスタをフォロー、こちらを応募条件として、当選発表はバレンタインデーの2月14日にしたいと思います。なので応募最終締め切りは2月の13日までにしたいと思います。それでは、わかりました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、わかりました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。すごい負けてますよ。おすごい。お高めはダメです。高めは危険。高めがすごいですね。やっぱ伸びますね。落ちてこないんですよね。怖くて俺カメラ全然。うわやばい。これやばいっす。やばい。これ結構やばいっす。ちょっと頑張ろう。